こんにちは。この動画は1月21日に撮りました。また京都に向かっています。今回はですね、楼門が見えてきました。でも神社に来たわけではないんですよ。はい、こちら並んでますね。ここは有名な炙り餅のお店です。道を挟んで2軒あるんです。なんか暗いですね。はい、これでどないですか。とりあえず主人と別れて並びました。炙り餅の歴史は古く、平安時代に遡ります。最初は一和さん、江戸時代は飾り屋さん。昔はうちの方が先に始めて、元祖はうちやって喧嘩してはりましたよ。今ははっきりして折り合いついたんかいな。でも今度はうちの方が美味しいと両者譲らず。ほな、どっちが美味しいか食べ比べしましょうかってなりますよね。順番が来て、お品をもらう前に試食させてくださいました。美味しかったです。味噌だれが甘じょっぱくて絶妙。並んだ甲斐ありました。お迎えも行ってみましょう。こっちもどうかな。ちょっと冷めてたんですけどね。やっぱり美味しい。美味しい美味しい。これは甲乙つけがたいですよ。そら決着つくはずないですよね。お家でもオーブンで温めて食べてみましたが、やっぱり味は落ちますね。並んでお店で食べるのをおすすめします。市場に向かいます。左側に見えているのは同志社大学です。隣の建物は同志社女子大学です。八坂神社です。たくさん人が来られてますね。一澤新三郎半歩に来ています。前から来てみたかったんです。デザインは様々ですけど、使われる半歩の面積で決まるようですね。まあ、当然ちゃ当然ですけどね。いっぱい色がありますね。娘も連れてきてあげたらよかったですね。
海外からも人気が高くて、いっぱいお客さんが買いに来られています。2階に上がってみましょう。2階の方がお客さんがいっぱいいました。ここはサイズが大きくなってきてる。市澤新三郎帆布のカバンは一つ一つ職人の手作りです。お帽子があるよ。帆布ってどうなんだろうね。軽いね。消せもする。この手のやつ似合ってたんじゃないの？こういうの。見てみて。色やね。色。こんなんがいいじゃん。どうかな。つけてみんと分からへんわ。困難が目に留まりました。今年の漢字は戦ですね。ウクライナ侵攻から1年になりますね。もう真っ暗になってきましたね。この後、スタバでコーヒーを飲んで帰りました。お久しぶりのマーティーです。元気にしていますよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。